おっせえじゃん何してたの俺この寒い中ずっと待ってたんだよ。いや仕事だとしても連絡ぐらいできるでしょてか俺の気持ち考えたらさ、普通連絡しようとするでしょもっとさ、人の気持ち考えられるようにならないとダメだよちーちゃんごめんね。俺も言い過ぎだったよね。そうだよね。仕事だからしょうがないよね。こういうとこ俺の悪いとこだよね。あの、直すからさ、許してくれる いやあ、めっちゃいい買い物できたわー。え、このコートさ、俺似合ってたよね。え、だよね、だよね。嬉しい。え、ちーちゃんマジでありがとう。いや、ちーちゃんいなかったら絶対一人ではこんなの選べてないから。嬉しい、早く来てー、これ。<laughs> え、てかさ、結構歩き回ったからさ、もうなんかお腹空いたよね。ちょっと早いけど、もうなんか食べる。あ、それか、俺んち帰ってから、なんか作るでもいいしね。え会社の飲み会 今日。え、今から。え、マジで言ってるいや、それさ。なんでもっと早く言わないのいえ、さっき急遽決まったとしても、その時すぐ言わなきゃダメでしょこっちだって色々計画あるんだからさ、どこ行って、どこ食い行ってとかさ、家帰って何しようとかさ、もうそういうの全部パーじゃん あのさ、前から言おうと思ってたけどさ、ほうれん草できてないよね、ほうれん草で。仕事だけじゃなくて人間関係でも同じだからね、一番大事なのはほうれん草ほうれん草ごめんね。好きだからだよ。今日ちーちゃんとたくさん一緒にいれると思って楽しみにしてたの。楽しみにしてた分、なんでってなっちゃったの。ほんとに、大きい声とか出してごめんね。は 似合ってんじゃない,いや本当に思ってるよ似合ってると思うよ機嫌悪くないよ悪くないって、はあ、じゃあなんで機嫌悪いんだと思うそういうの本当分かんない人だよね自分が何したか分かってないでしょじゃあ教えてあげるよ昨日の LINE 昨日お休みの後に俺が送ったスタンプしかとしたでしょ いや、寝ちゃったのかもしんないけど、次の日起きて気づくんだからさ、昨日ごめんねとかなんかあるでしょせめてスタンプだけでも返すとかさ。俺、その返信待ってて昨日1時間寝れなかったからね。それは寝不足だから機嫌も悪くなるよねほんと自己中だともうほんとごめんなさい。多分自分に自信がないんだと思うんだよね。ちーちゃんが俺のこと好きっていう自信が持てないから、ちょっとしたことで不安になっちゃうんだと思うんだ。 いや、そうだよね。好きだから付き合ってんだもんね。好きじゃなかったら付き合うわけないもんね。ほんとごめんなさい。ほんとごめんなさい。え ?4 月から一緒に住むんじゃなかったのいやいやいやだってさ、え、お、俺が何件か物件送ったらさ、いいねとか言ってたじゃん。あれは何一緒に住む気なかったってことどうしようか考えてたとかさ、え、もう言ってることめちゃくちゃだよ。わかってるこんな人を振り回しておいてさ、え、そこのとこどう思ってんの え、え、待って待って、まずさ、え、好きだから付き合ってんだよね。え、だよね。え、でも同性しないってことはずっと一緒にいるつもりはないってことだよね。え、じゃあ、どういうこと遊びってこと遊びで付き合ってたってこと違うのえ、じゃあ説明してくれる今矛盾しかないよ。矛盾、矛盾、矛盾。ごめんね。ほんと、頭では分かってんだけどさ、もう言葉が先にもう出ちゃって、気づいたらもう、 傷つく言葉を選んでもう言っちゃってんだよね。<laughs> ほんとごめん。<laughs> ほんともう、いや、こんなやつ絶対別れた方がいいと思う。もし俺がちーちゃんの友達だったら、絶対こんなやつとは別れろって言うもん。<laughs> 別れたいまあ、そんな気はしてたよ。え、一個聞いていいじゃあこの付き合ってきた一年半ってさ、 なんだったの全部無駄だったってことだよね、お互いにね。いや、そうじゃん、無駄だったってことじゃん。だって結局別れるんだったら無駄だったってことになるじゃん。人生の大事な時間を無駄にしてたってことね。そういうことだよね。いらなかったってことだよね。無駄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 。ごめんね。もうこれ以上ちーちゃん傷つけたくないから別れよ。もうこの6時間俺が言ってたことは全部本心じゃないからさ、全部忘れて。 久しぶりありがとうね会ってくれてあ,あの今彼氏さんがいることは聞いてて連絡するのも良くないかなとは思ったんだけどあのままちいちゃんを傷つけたままにしておくのは人間として絶対間違ってるなと思ってあの後と俺もさ友達からすごい説教されたりとか他の人と付き合ったりしてようやく自分のヤバさに気づいたというか <laughs> いや、ぶっちゃけ俺、やばいやつだったじゃん。<laughs> だよね。いや、同時にさ、あんなやばいやつと付き合ってくれてた人を、なんで大事にできなかったんだろうっていう、すごい後悔が襲ってきてさ。あの、今の彼氏さんとの間をどうこうしようとか言うつもりは本当ないんだけど、ただ、あの時のやばいやつではもうないよっていうのだけは分かってほしくて。あ、このコートもまだ使ってるよ。